はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはサイバーパンク2077アルティメットエディションということで、これ PS4 版がだいぶ前に出てんだね。あれいつ出たんだっけ、これサイバーパンクって。いや、サイバーパンク2020年か。もう4年、3年、2020年の12月に出てるから、まあ3年ちょいだね。3年数ヶ月ぶりに。で、PS5 ではこのアルティメットエディションだけがパッケージで出るということなので、まあそういう意味では、もしかしたら、当時 PS4 版をね、のサイバーパンクやってた人が、なんかどっち、最初にね、なんかちょっといろいろと問題があって、やめちゃえってやめた人が、ここでもう一回戻ってくるのはありのタイトルなのかなっていう気がするか、ちょっと見てみましょう。なんか一番上にチラッと見えてるんだけど、この人ね、これ、こう、普通にね、一回出るんですよ。で、ここになっちゃうんだけど、なんかこれ見てるとさ、なんか、ウーバーイーツいいじゃないみたいな言いそうな気がしてならないんですけど、まあいいや、どうでもいいです。ということで、サイバーパンク2077の本編、プラス拡張パック、仮初めの自由で、ナイトシティの、全てを体験せよということで、新規要素がちゃんと入ってるのはいいですね。サイバーパンク2077は、巨大都市ナイトシティを舞台に生存をかけた戦いに身を投じることになった主人公 B を操るオープンワールドアクションアドベンチャー RPG の何でもありな感じだね。アルティメットエディションにはサイバーパンク2077の本編のストーリーに加え、危険地帯ドッグタウンで繰り広げられるスパイスリラー拡張パック仮初めの自由を同梱。ナイトシティはレジェンドが生まれる街、そして君の伝説はここから始まる。まあ大体拡張パックってことは、これをプレイした上で、他に行くみたいな、これをプレイした上で拡張パックやるっていう部分があるから、そういう意味では、いきなりこうなんかね、衣装が変えられます DLC とかに比べると、すぐにプレイできるかどうかってところはちょっと問題はあるんだけど、まあそういう意味では、まあ最初からこうサイバーパンクにこうね、こうどっぷり使いたい人じゃないと、もしかしたら、恩恵を受けないのかもしれないですけどね。はい。まあいいや、拡張パックとか詳細見てみましょうか。ということで、自由には代償がある。サイバーパンク2077にスパイスリラーをテーマとした拡張パック仮初めの自由が登場。ナイトシティで生きる傭兵 B に託された新たな任務。それは新学習国大統領を救出すること。危険地帯ドッグタウン、そして踏みにじまれた、忠誠心と陰謀が絡み合うスパイの世界で、君は誰を信用して誰を味方につけるということで。まあまあまあ。これはどういうこと？あ、これ、こういうことか。これなんで3つあるの？関係ないのか。あ、こういうことか。目的、あ、絵が。こういうことか。で、こういうことか。なんか悪い奴らっぽいな。てか、そういうゲームだっつ。はい。で、人物。これは？まあいいや。ちょっと僕のパソコンの関係でいろいろ出てないものがあるっぽいです。はい。ということで、まあいいや。ちょっと戻りましょう。はい。ということで、スクリーンショット。はい。まあ PS4 でね、4年前に出てるゲームだから、まあそれが綺麗になってるだろうぐらいのニュアンスで多分いいと思うんですけど、この辺は。まあね、まあサイバーパンクって言葉もだいぶね、こう、古された感もね、あるからね。はい。まあいいや、はい。ということで、サイバーパンク2077、アルティメットエディション、パッケージ版が PS5 のみ。はい、オープンワールドアクションアドベンチャー RPG パッケージ版が2024年2月15日発売で、デジタル版も出てるってことですね。はい。で、8800円プラス税。はい。
で、プレイ人数1人セロ Z 18歳以上のみ対象となっています。まあ、正直サイバーパンクは本当にもう発売当時話題、いい意味でも話題になって、で悪い意味でも話題になって、でいつの間にか忘れ去られていった感じがあるんで、何とも言えない部分があるんですけど、まあちょっとこれがあのなんかいろいろなものがねちゃんと改善されてここに出てるんだったら、あの今更ながらプレイしてみたいなっていう感覚は個人的にあるかな。いや当時プレイした人からなんかちょっとあんまりいい印象をね受ける言葉を聞いてないような気がするんで、ちょっとねそこら辺があのちゃんと改善されてんのかなっていうのが知りたいところなんだけど、よくわかんないです。はい。まあまあ、そんなのも含めてのサイバーパンクというところでしょうか。はい。